モーリス・アスランは、フランスの画家、版画家である。オルレアンの業者、レストラン店主の息子に生まれた。1899年に、繊維関係の会社に入社し、パリでしばらく仕事をした後オルレアンに戻り、独学で風景画を描くようになった。1903年に再びパリに出て、パリ国立高等美術学校でフェルナイ・コルモンの指導を受けた。リュクサンブール美術館やルーブル美術館で、ポール・セザンヌや印象派の画家の作品を学び、影響を受けた。結核にかかり、療養所に入院した後、1905年から1907年の間、毎年、ブルターニュを訪れ、モエラン・シュルメールの村に滞在し、風景画を描いた。1906年にアンデパンダン店に出店し、1907年にサロン・ドートンヌに出店した。1910年にはサロン・ドートンヌの審査員も務めた。1908年にイタリアに旅し、5月から10月までかけて自転車でローマからフィレンツェを旅した。1910年にもイタリアを旅した。1912年からはロンドンに何度も旅し、1913年にロンドンで最初の個展を開いた。1914年から1916年の間は友人になったウォルター・シッカートの家に住んで活動した。第一次世界大戦が始まると、フランス軍事博物館の館長の発案によって、ピエール・ボナールやエドゥアール・ビュイヤールと共に戦争画を描く画家の一人に選ばれた。1919年9月に結婚し3人の子供が生まれ、母親と子供を題材にした作品も描くようになった。その後、フランス南部やブルターニュで活動した。ヌイー・シュルセーヌに屋敷を建てて、パリから移った。第二次世界大戦中は、シャロン・シュルロワールで過ごした。ヌイー・シュルセーヌで死去した。ありがとうございます。